皆さんこんにちは。初心者シニアゆっくりゆっくりシリーズです。一日にワンセット確実に覚えよう、ショートカットキータイム。今回は YouTube を快適に視聴するショートカットキーを特集していきたいと思います。ではよろしくお願いします。今回のご紹介ショートカットキーは YouTube 視聴時のF のキーと T のキー、あと I のキー、この3つのキーを画面モード切り替え関連ワンセットとしてご紹介します。はい、ではご紹介していきたいと思います。全画面モードに切り替える場合は F キーをポンと叩きます。もう一度 F キーをポンと叩きますと元に戻ります。フルの F と覚えると良いと思います。次に T のキーをポンと叩きます。そうしますとシアターモードに切り替わります。もう一度 T のキーをポンと叩きますと元に戻ります。シアターの T と覚えると良いと思います。最後にI キーをポンと叩きます。そうしますとミニプレイヤーに切り替わります。画面右下にミニプレイヤーが配置されますので、動画を再生しながら YouTube サイトを閲覧することができます。ただし子ども向け動画に関しましては児童オンラインプライバシー保護法という法律に抵触しますので、この操作はできません。ご承知おきくださいね。ミニプレイヤーはもう一度 I キーをポンと叩きますと元に戻ります。全画面モードとミニプレイヤーを閉じるときはエスケープキーをポンと叩きますと閉じることができます。簡単に一例を紹介します。例えばこのように全画面モードで視聴していたときに、概要欄にホームページのリンクを貼っていますので、ぜひご訪問くださいね。視聴中にこのように案内があった時など F のキーをポンと叩きます。そうしますと元のサイズに戻ります。概要欄はアイコンの下の方、スクロールをしましてもっと見るをクリックしますと概要欄を見ることができます。一旦マウスに手を運んでマウス操作をするよりもキーを覚えてしまえば時短にもなり、とても便利ですのでぜひご活用くださいね。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録励みになりますので、いいねボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。